アゴタ・クリストフは、ハンガリー出身の作家。ハンガリー出身であるため本来の姓名は、姓名の順番で、クリシュトーフ、アーゴタ・ショコロワイヤ郡チクバーンド、村生まれ。父親は、村の小学校の訓導だった。9歳の時に、バシュ県ケーセク市に転居。そこで、父親は、政治犯として、逮捕、投獄される。ケーセグ市には、高等女学校がなかったため、県庁所在地である、ソンバトヘイ市にある寄宿制高等学校に進学する。高校生時代に作詞を始める。卒業直後の1954年に、高校時代に歴史を習っていた教師と結婚。21歳の時、1956年のハンガリー動乱から逃れるため、夫と共に生後4ヶ月の娘を連れ、オーストリアを経て、スイスのフランス語圏ヌーシャテルに移住した。当初、時計工場で働き始め、後に、転任、歯科助手を務める。やがてパリで刊行されている、ハンガリー語文芸誌の文芸新聞や、ハンガリー工房にハンガリー語で詩を発表し始めるが、多くの作品は出版されることはなかった。その後、生計を立てるためには、現地の言葉で作品を発表する必要があると、一念発起して、フランス語で執筆を開始し、1986年、悪童日記でフランス語文壇デビューを果たす。この作品は、世界で40以上の言語に翻訳され、同時に世界的にも注目される作家となった。後天的に取得したフランス語を用いて書くため、やや文章にある種のぎこちなさはあるが、それがむしろ物事を端的に表現し、独特のインパクトを持った文体となっていた。悪童日記は、双子の少年たちが戦時下の田舎町で成長し自立していく様を描いており、一人称複数形式を用いて成功した、稀有な小説として知られている。以後、二人の証拠、第三の嘘を合わせて完成させた三部作が彼女の代表作。彼女の小説には亡命の厳しい体験が反映されている。アゴタ・クリストフの墓2011年7月27日、移住先のスイスヌーシャテルの自宅で死去。75歳没。ムエル・イエヌ・スイザラ・エスコーリトラ・アゴタ・クリストフ・エル・ゴアルフォー2011年7月27日、アゴタ・クリストフ氏=ハンガリー出身の作家、奥闇、社会、読売オンライン訃報、アゴタ・クリストフさん75歳=ハンガリー出身の女性作家毎日 JP ペテフィ、文学館において2009年10月1日に開催された講演会での発言。再録はペテーツ&ラーシュ。チクバーンドから中国までの道アーカイブド2011年8月9日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、週刊。生活と文学2009年10月22日号ハンガリー語版ウィキペディアのクリスタウフ・アゴタより翻訳ハンガリー語版ウィキペディアのクリスタウフ・アゴタより翻訳ありがとうございます。